お元気ですか、ポクシュビです。今日は唐揚げ2種類です。ドーバルドで、片栗粉を少しよで、ね、多めに入れた、唐揚げとですね、少しね、唐辛子をまぶした、辛いね、唐揚げの2種類でございます。これはですね、実はですね、出来合いでございます。すいません、今日もね、仕事がね、忙しくてですね、ちょっと自分はね、ちょっとね、仕事終わってからですね、実はフラフラになりましてですね、帰ってきてからね、1時間ぐらいで、ちょっとね、布団の中で、バタッとね、倒れてました。うん。それで、ね、ちょっとね、とてもね、料理ができる状況じゃなかったのでね、今回は出来合いという形でね、してしまったので、本当にね、申し訳ございません。で、右側の方はね、ネギスープでございます。こちらはね、ウェーパーにね、お湯を注いで、塩コショウで味付けしたネギを添えたシンプルなスープでございます。お酒はね、ウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。で、明日か明後日ですね、プロ野球カード開封動画をやります。でですね、実はですね、プロサッカーチップスっていうのがあったんですよ、日本代表の。あれですね、まだ売ってたのでね、10袋買ったので、そちらも随時、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の夕飯動画でした。以上でございます。またね、カップラーメンやレトルトカレーもね、随時上げていきますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。